ある魔法を使い始めて、私の人生は劇的に変わった。これは、もともと普通の会社員をしていた私の個人的な12ヶ月間の記録です。仕事はもともと大の苦手。新卒で入った会社では営業職が合わず、入社後3ヶ月で朝ベッドから起きられなくなり退社しました。その後転職をしてもなかなかうまく仕事を回せないし、プライベートでもモヤモヤとした日々を過ごしていたんです。そんな有名人でもなければスピリチュアルに詳しいわけでもない、どちらかといえばダメダメ社会人だった私が、独立して仕事をするようになって本を出版するまでになった経緯にはちょっとした秘密があります。それはある魔法を見つけてこっそり使い続けているということです。この魔法自体はとてもシンプルなので、ここで全てを明かしてしまうと、いつもできるだけいい気分でいること、ただそれだけです。いい気分でいると聞いてもピンとこない人もいるでしょう。いい気分とは、つまり何より自分の心がいい状態でいるということ。私なりのコツは、現実に気を取られすぎないことと、自分の心に嘘をつかないことです。そんな簡単なこと？とがっかりされたかもしれませんが、いい気分でいることは、あの引き寄せの法則の大原則でもあります。今さら引き寄せ？引き寄せは自分もやってみたけど、いまいち効果なかった、という方も、きっといらっしゃるでしょう。ですが、徹底してこのいい気分の魔法を使った結果、私の人生は大きく変わりました。独立後は仕事もパートナーもない状態だったのに、たった1年で週の半分だけの働きで月収が会社員自体の5倍になったり、長年憧れていた仕事をいただけるようになったり、全然モテなかったのに急にモテ始めたりと、いろんなことが好転していったのです。いやいや、そんな簡単なことでうまくいくわけがないと思われましたか？私もずっととても懐疑的でした。本当にいい気分でいるだけで理想が引き寄せられるんだろうか。引き寄せが実際にあるんだとしたら、それはどのように起こってくるんだろうか。世の中には考え方を教えてくれる本や情報はあるけれど、具体的な体験談は意外と少ないし、誰かがわかりやすく体験をシェアしてくれたら少しは信用できるのに、と。こんな私と同じ疑問を持たれている方々へ、私が体験した普通じゃない魔法がかかったような素敵な12ヶ月間の現実をお伝えすることにしましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は今更だけど引き寄せちゃった、スピ初心者の私がひたすら引き寄せの法則を実践した12ヶ月という本をご紹介します。著者はさやかさん。いわゆる普通の会社員だった彼女が、好きなこと、ワクワクすることを選んでいくことを決めてから、いろいろなものが好転し、まるで魔法がかかったように、チャンスや出会いが引き寄せられたというんです。なぜ引き寄せが起きるか、引き寄せを起こす方法といった考え方に重きを置く本が多い中、本書は、引き寄せを信じてやってみたらこうなったという実体験にグッとフォーカスされており、それがとても興味深く面白いんです。もともとごく普通だった彼女が感じた、こうありたい自分を引き寄せる方法なので、悩んだりつまずいたりするポイントも頷けますし、いろいろなものを引き寄せたことにとっても説得力があり、自分事として感じられるんです。どこか小説を読んでいるような気分でもあります。自分がいい気分でいることを信じて過ごした12ヶ月の雰囲気をお伝えしようと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。魔法との出会い。さて、魔法と出会う前の私は慢性的に疲れていて、満員電車に揺られて出社し、人が少なくなった時間帯の電車で帰宅。帰りのコンビニで大盛りパスタを買って食べる瞬間に束の間の幸せを感じて、あとは倒れるように寝るというような毎日。特段仕事ができるわけでもなく、これといった趣味もなし。いつも人生このままでいいのかなという漠然とした不安がありました。仕事もあるし、パートナーもいる。両親も健在で、日々の中で小さな幸せを感じることだってある。だけど何かが違う。なんで今ある環境や何気ない毎日に感謝して生きられないんだろう。みんな嫌なことがあっても
我慢して毎日頑張っているのに、いい歳の社会人にもなって、なんて自分勝手なんだ。でも何が違うんだろう。なんで時々こんなに虚しいの。不安、違和感がある。何が正解。私はこれからどう生きればいい。幸せや成功に関わる本に解決を求めても、すべてが正しいように思えるし、別の本と矛盾しているものもあったりして、一体誰の話を信じればいいのか、誰の何が正解なのか、何をすれば本当に効果があるのか。そんな気持ちを何度も行き来しながら問いかけ続けた結果、たどり着いたのはこんな仮説でした。自分がいい気分でいることを徹底すれば、最高に幸せな人生を送る魔法がかけられるんじゃないか。もちろん、そんな精神論でうまくいくならみんな幸せになっているよという気持ちもよぎりましたが、それ以上に本当に自分のいい気分を大切にする人生を送れば少しは何かが変わるかも。自分の思うようにやってみたい。そんな気持ちがふつふつと大きくなっていったんです。ただ、自分のいい気分を何より大切にすること。すべて、それを選んだ自分がいい気分かどうか、好き、ワクワクする、心惹かれる、ときめく、しっくりくる、心地いいなどの感情が起こるかどうか、ということを最優先にして決めるようにする。損得感情や他の人に立派に見られるかどうかも関係ない。どんなにもっともらしく見えることでも、自分自身が違和感を抱いたなら選ばないようにする。この仮説が間違っていたら、1年後どうなっているかわからないけど、自分の心を第一優先にするをやってみよう。自分を実験台にしてみよう。多くの自己啓発本にある精神論に思える主張が本当だというなら、思考や自分の内面が本当に人生に大きな影響を与えているというなら、本を読む限りではまるで魔法のような世界がもし本当にあるというなら、こうして私の魔法の12ヶ月間が始まったのです。1ヶ月目、自分がいい気分でいることの12ヶ月の仮説検証を始める前に、まずなんとなくモヤモヤしながら続けてきたことを一通りやめました。4年弱勤めた会社を辞め、パートナーと別れ、部屋の断捨離もしました。いろいろ無理をして何かをするのもやめたんです。でもこの頃の私はいつもピリピリしていました。会社を辞めた自分は周りからどう思われているんだろう。まだ大したキャリアもないのに考え足らずなヤバいやつだと思われるのかな。他の人がそれほど私を気にしているわけがないと分かっていても、自分が今までと異なる思考や行動をし始めた時に周りからどんな風に見えるのかが気になったのです。そんな時期だったので、元同僚の結婚式が近づいてきても正直憂鬱でした。同世代が結婚ラッシュでもあったので、結婚というワードに過敏でもありましたし、私は多分当分の間結婚の予定はない。おめでたい報告を聞くたびに、自分だけ人生のレースで何周も遅れているような気持ちになっていました。かといって人に会うのも億劫なので、特に何か行動するわけでもなく、仕事や色恋沙汰などゼロの状態から大きな変化はなし。だけどこの時一つだけ過去の自分からの変化を感じていました。それは、自分は転職して会社員として働くよりももっとマイペースに働いてみたかった。自分はパートナーのことは大切に思っていたけど、彼との結婚にはワクワクしなかった。そして自分はただその気持ちに従ったとはっきり認識していたことでした。日常の中で自分の気持ちを優先させ始めたことで、自分自身が何をしたくなくて、何をしたくて、何をしているのか、自分の気持ちをよく理解できるようになっていたのです。現実は何も変わっていなかったものの、これは内面的には大きな変化でした。それまでの私ならきっと会社員の方が安定していて幸せな気がしてきた。彼と結婚する方が良かった気がしてきた。で、結局私はどうしたいんだろうと迷っていたはずだからです。それに気づき、今の私には何もないし、何にも成功していない。だけど、自分の気持ちを誰より理解することには成功している。自分のいい気分だけは何より大切にできていると、体の内側からじんわりと安心感が溢れてきました。他の人の目さえ気にしなければ、常識や社会と自分を比較しなければ、世界中でたった一人、私だけは私を理解し、私に納得してる。
この発見はとても爽快で、そう考えると元同僚の結婚式でも結婚式もただ楽しんでみようという気持ちになれました。自分がどんな風に見えているかはわからないけど、いい気分で行ってみよう。そう決意して、当日その場その場での会話とか、出てくるお料理とか、同僚の晴れ姿とか、そういったものをただただ楽しんだのです。意外だったのは、いい気分でいると自然と、よかったね、おめでとうという優しい気持ちが生まれてきたこと。最初は正直な話、結婚式のおめでたい光景を見ながらも、自分の決しておめでたくはない現状について考えていましたが、いい気分でいるようにしていると、そんな現状がいつの間にか頭の中から消え去り、自然と大事な式に呼んでもらえて嬉しいな、ありがたいな、というピュアな気持ちが湧き出してきたのです。そんな妙にほんわかした気分でいた時でした。たまたまテーブルで一緒になった知人と話している中で、私が会社を辞めてフリーになった話になり、これからどうするの?という話題になったのです。一瞬、ああ、今はまだ聞かないで、と心の中でギクッとしたのですが、素直に、いやあ、まだ特には決まってないです、とそのままの話をしました。まあ、どう思われたっていいや。前までの私なら、嘘はつかないまでも、無理やり称賛ありげなビジョンを強がって語ったかもしれないけど、お酒でほろ酔いだったことも手伝って、特に自己卑下するわけでも、自信ありげを装うわけでもなく、ただありのままについて話していました。その結果、あ、それならさ、と記念すべき一つ目のお仕事の話が入ったんです。これまで自分の口から出てくる言葉は、どこかでコピペしてきたような、お腹の底からの言葉じゃないような、そんなモヤモヤした感じがありました。頭で考えていることと心で感じていることや行動が、すべてちぐはぐだったのです。他の人や世間に向いていた思考を、私はどう思う?どう感じる?というものに変えてみる。嫌なことや不安なことがあっていい気分になれなかったら、無理やり抑え込もうとするのではなく、私は何が嫌?不安?望まない?を探ってみること。この頃から、私は深く深海に素潜りするように、自分の本音を探っていきました。そこに世間や他の人は関係ない。人に伝える必要もない。行動を起こさずノートに書き出すだけでもいい。自分と深くコミュニケーションを取るということは、どんな高級スパに行くよりもデトックスでき、すっきり癒されるお楽しみになりました。嘘偽りのない自分自身であることは、最高にいい気分になれる鉄板の方法なんです。2ヶ月目。1ヶ月目を経て、今までよりも何か順調だなという感覚はありつつ、頭の中の冷静な自分は、こんなのたまたまだろう、この先はこんな風に順調にはいかないかも、とお得意の現実的な脳内おしゃべりでツッコミを入れていました。それでも、もう会社も辞めちゃったんだから、やるからにはちゃんといい気分でいよう、そう思い、いい気分でいることを大切にしていました。この頃私は、自分にマッチした仕事を紹介してくれるサービスに登録をしていたのですが、ちょうどその担当者と今後のキャリアや展望を話す面談があったんです。今すぐに仕事を紹介してもらうことは難しいかもしれないけど、将来の働き方の参考のために行ってみよう。そう思うと少しだけワクワクしました。とはいえ、当時まだ仕事もほぼないに等しかったので、過去の私だったら、ここでいい印象を持ってもらわないと、と焦ったり、キャリアの浅さを怪訝に思われるかな、と不安になったりしながら、なんとか気に入られようと力んでいたはずです。でもこの時は、評価されなきゃとか、必要以上によく見せなきゃとか、そういう気持ちで心にもないことを話すこと自体が心地よくなく感じたのです。気に入られることなんて意識せず、気心の知れた人と話すようにしよう、相手との会話を楽しもうと思いながら、これまでの経歴や今後のビジョンをお話しさせていただきました。それから数日後、エージェントから企業面談の依頼が入りました。あ、もしかしてまたうまくいったかも。会社員の時は何かにおいてスムーズに進まないことの方が多かったので、物事の展開に少し違う感触を覚え始めていました。こんな流れだったので、企業との面談日にもいい気分を大切にしました。以前までの私なら、まともに見えるいいスーツを調達しないと、靴はどうしよう、などとあらゆることに緊張して気が気じゃなかったことでしょう。
だけど、この時は自分の心地よさを大切に、自分の好きなシンプルなメイクとお気に入りのファッションで臨んでみたのです。それから、ふと自分のこれまでの仕事についてまとめた資料も作っておこうかな、と思い、資料も作ってみました。資料といっても、必死に頑張ってこれまでのキャリアや賢さを演出するようなものではありません。どうやったら自分のやってきたことに興味を持ってもらえるかな、という目線で、自分のこだわりなどを等身大でまとめ、フォントや図に至るまで自分がおしゃれでいいと思うものを選びました。何かを参考にして作ったこうあるべきという資料ではなく、自分のワクワクするインスピレーションに従って自分を伝えるためにやってみたのです。企業との面談は案の定緊張しましたが、私が素敵だと思う私のことが違うと思う企業ならきっとお取引は続かないだろうし、これでいい、自然体で行こう、そう腹をくくることができました。面談は終始穏やかな空気が流れ、楽しいものになりました。仕事の場であってもこんな風に楽しむこともできるんだ。少しあっけに取られたような、それでいて幸せでふわふわした気持ちで帰り道を歩きました。その後すぐにエージェントから連絡があり、面談した企業と契約を結んだのでした。こうして本格的にフリーランス生活が始まったのです。この時私は世間の目を気にしたり、他の人に気を使っている時よりもいい気分に集中している時の方が圧倒的に人生がうまく回っている、こんな手応えを感じていました。外側の状況はコントロールできないのだから自分の内面を変えなさい、と言った言葉は自己啓発本でよく言われていますが、本当にその通りだなと。より私の経験に即して付け加えるならば、自分の内面を変えなさい、そうすればおのずと外側の状況も変わっていくのだから、です。他の人にどう思われるだろう、嫌なことを言われるかもしれない、こんな感じでこれまでの私は外側の状況に気分を左右されていました。いいことがないといい気分になれないと思っていたので、いいことが起こること、嫌な出来事が起きないことを願っていました。でも本当はいいことが起こるより先に自分でいい気分の魔法をかけておくこともできるんです。そうしていい気分になってから行動していくと、物事がスムーズに流れたり、自然といいことが目についたり、頭がクリアになって微妙な違和感やチャンスに気づくことができる、不思議なミラクルが舞い込んでくるようになるんです。気持ちよく眠りたい時にベッドのシーツを整えておくのと同じように、いいことを起こしたい時には物事を始める前に気持ちを整えておくことが大事なんです。この後一月また一月と、彼女は自分がいい気分でいることを信じて過ごしていきます。時には過去の自分の考える癖が顔を覗かせたり、選択に迷ったりすることもありましたが、その度に自分を信じ、自分を最優先し、自分がいい気分でいるための選択を続けていきます。ここで12ヶ月を終えた彼女の言葉をご紹介します。12ヶ月目、私はあることに気づきました。それはいい気分でいるということは、自分史上最高の自分でいるとイコールだということです。いい気分でいたらいつか自分史上最高の自分になれるのではなく、いい気分でいたら自分史上最高の自分になっているのです。いい気分でいて、いつも自分の好きなこと、ワクワクすることを選ぶというのは、世界にたった一つのオリジナルな自分を最大限生きるということでもあります。自分史上最高の自分とは、きっと小さな選択でも他の人の目を気にするのではなく、自分がいい気分になれる選択をしている自分。自分の人生たかが知れているなんて思わず心が動くこと、魂が震えるようなことを体験し楽しむ自分。人と比べたり社会的な正解や成功を求めたりする代わりに、自分を知り深く理解し愛する自分。自分のダメだと思うところも嫌な感情も全て受け入れる自分。過去や自分の経歴に縛られず理想を生きる自分。自分の感性を、直感を、いい気分を大切にする自分。その上で他の人をジャッジしたり批判するのではなく、優しさや幸せを自然とシェアしたくなる自分。いつも軽やかに願い、受け取り、感謝する自分。それは憧れの誰かでもないし、
いつか到達できるものでもない。大金をゲットした末に手に入るわけでも、苦労をして手に入れるものでもない。今ここで、いい気分でいる自分なのです。そして、自分史上最高の自分でいれば、チャンスや出会いに恵まれる。自分史上最高の人生が、おのずと引き寄せられてくるんです。さやかさんが本書を出版されたのは、この12ヶ月間の引き寄せ体験の2年ごとのことですから、実際にいろいろなものを引き寄せられたのだと想像できます。本書を読むと、彼女は自分のいい気分を最優先することを、これならいけると心から信じ、実行していたのも大きいのかなと感じました。12ヶ月の体験の中には、ふむふむ、なるほど、とか、確かにそう考えるのはありかも、などと、実際の引き寄せ生活で感じる思いや悩みを知ることができ、とても興味深かったです。また、細かなテクニックも載っているのですが、これが結構良かったです。例えば、自分だけの LINE グループを作って、そこに本音を書いていって、心の整理をする、とは、今時の整理術かもしれないな、なんて思いました。これまで引き寄せの本を読んだことがない方も、いろいろな引き寄せの本を読んだ方も楽しめる一冊ですので、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。